はいどうも、妖怪三国志国と領土今回もやっていきます。今回はね、そうだ、いきなり話を横にそれちゃうけど、フェスガシャやっぱりいいね。これ私ちょっとメインヤカ、これ一応メインヤカなんだけど、課金メインヤカなんだけど、これやっぱね 2% だからね、60連毎日半額で2体ぐらいね出るのがね、 2% だから50連で1体は出るから、それで60連目で確定だから、なんか結構2体出る確率高いから、俺メインヤカやっとけよかったな。1200宝珠で調整、まあすり抜けると本当なんか泣きそうになるんだけど、うん、もう私もう間に合わないんだけどねチケット6枚、この 240×5 だから1200宝珠でね、1200じゃないか、1200にさらに240だから1440か、1440でまあね、フェスグマシン2体ゲットできたら、かなりまたサブアカはね、フェスグマシン2体増えちゃったから、あ増えてねえや、Gリクソンが2体だったんだ。はい、だからまた差をつけられたよ、サバカに。はい、で前置きはさておいて、今回はね、春の大運動会キャンペーンやってますんで、最近ね関東、まあ関西もかな、結構運動会ね、もう5月にやってるとこ多いよね、ということで、はい、スタミナのねとか今ログインキャンペーンやってて、今回言いたいのは限定ビンゴミッション、これもねいいよ、超過しチケットかなりねもらえるので、ぜひねやりましょう。パック販売とか置いといて、今回そうこれね、S ランク降臨戦復刻来てますんで、これね、これについて、もう私はずっと999枚、今ほら国取りとかでさ、すぐ降臨チケットたまりやすいから、いっぱいあると思うんですけどね、ぜひもうみんな分かってると思うけどね、おすすめの場所をちょっと紹介したいなと思います。あと札ね、なんかいつもと違うんだね、毎日200だからかなりすごいよね、これ地味にこれが一番いいね、いつもみたいな週末だけと思ったら毎日なんだねこれね。今妖魔札ゾーンなんで、ぜひねやっときましょう。まあただ妖魔札ね使うのが難しいけどね、妖魔札は難しいから、もう私なんかはね、最近は修練石やってるかな、あとは食コインでマイルを貯めるっていう、この2択かな。S ランクコイン、あとはね、召喚、やりたい人は召喚頑張るって感じかな。はい、そしたら、何でしたっけ、そう、最高輪が来てまして、これか。もうで今ね、私チケット今見たら13枚しかなかったと思うんですけど、はい、おすすめを紹介したいと思います。ちょっと待って、ごめんね。で、ログインボーナスとかで、もらえるので、これね、プレミアムログインボーナスでね、もらえて、やっと50。で、あとね、ツイッターキャンペーンでチケットね、ただでもらえるんで、ログインしましょう。で、ごめんなさい。戻ると、そうでね、大体900戦ぐらいやったんですけど、この妖怪たちはもう正直今はね、あんまり、なんていうんですかね、例えば限定ミッション S ランクだけ使ってクリアとか、そういうのでもあんまりもう活躍しない妖怪なんで、まあ一応ね、オイランとかパワーアップ妖怪なんだけど、うん、まあ1体だけはね、ゲットしとくのがいいのかなと思います。あとはね、コーン変化用に、行きたかった、もしもうとつっててあとちょっとって人はね、コーン変化用にやればいいのかなと思うんですけど、まあ施設ダメージアップもねあんまぐらいかな、まあまあ昔だったらまあまあなんだけど、連戦系が多いんだよね。うん、であと天候は、まあ、A ランクで使うけど、まあそう、あ天候でも限界突破マックスにしてハイスコアチャレンジとかでやるのもいいかもね。テンコちょっとおすすめで、私ちょっとテンコマックスにしとけばよかったかなと今ちょっとふと思いました。結構ね A ランクミッションってあるじゃないですか、ハイスコアチャレンジとかね、あとはなんだっけ、万里の試練、まあ万里の試練とかか、うん、まああとそれ以外はねコーン変化にしちゃっていいのかなと思います。テンコちょっとテンコ
100レベル100にするのもおすすめかもしれないですね。今ね、前はそんなレベル100とかなかったからな。はい。で、オイランもまあ特に悪い取り付き回避アップのコンくらいかな。で、デビビランとかね、これもクリティカルと命中かな。うん、まあ悪くはないんだけどいまいちなんだよね。で、闇マロもね、闇マロもこれじゃないや、特に妖怪としては使わないので、まあ、曇りアップとかかな。連戦が多いんだよね。うん。で、あと闇エンマも、そう、命中クリティカル、まあ、悪くないけどそんなに良くもなくって感じで、しかもね、S ランクって消費がね、早いんだよね。こっちだったら、なんつうの？20回戦えば確定になるんだけど、こっちは50回戦わないと確定にならないよね。だから、まあ、正直ぶっちゃけね、この、あ、ドロタボーじゃねえや。ゾロ目大明神で、これでね、超クリティカル、クリティカルの時ダメージアップ、超クリティカル狙った方が全然いいので、だ正直、他の、まあ、1体だけゲットするってね、コレクションとして1体ゲットする以外は、まあ、そんなに S ラングのやつやんない方がいいのかなと思いますが、まあ、さっき言ったけどね、テンコは、まあ、ワンチャンありかなと。使う妖怪としてね、A ランク回復妖怪として。これ、よく使うからね。A、ハイスコアチャレンジとミッションとか。で、あともう一体がもうこれですね。猛角さん。で、猛角さんは、まずね、限界突破を5のマックスまで刺して、そんでね、やるといいと思います。で、私はこの10倍アップが、課金してるのでね、このお楽しみパスを買ってるとそれができるんだけど、これを有料保持でね、課金してるので、あ、キュウリだ、10倍でできるんですけど、それじゃない人はね、なんだっけ、手形使うといいと思います。私もね、課金今月してねえな、はい、毎月この120円ぐらいはしてあげてるって言い方失礼だな、はい、ちょっと今月してないんであんま課金って言いづらいんですけど、そう、正月の3000以外に最近なんかね、心躍らされるなんか課金ものがないんだよな。何でしたっけ。そう、だから猛角をやるといいと思います。で、で、一応ちゃんとね、なんだっけ、群馬神アップとかがあるので、あ、これ1押しちゃった。1倍じゃなくて10倍でやると早いけど、で、これ連戦なんだよね、これ。なので、結構めんどいですね。で、さっきも言ったけど1回で2しか消費しないのかな。だから普段の降臨のやつはね、20回で確定になるんだけど、これ50回いるんでね。なのでコスパもいいので、さっきも言った通りね、ぜひ闇エンマとかはあんまやらない方がいいと思います。はい、やるんだったらもうあれでいいと思います。で、でない人はね、手形でやれば10倍使えるので、手形でいいんじゃないかなって。ハイスコアチャレンジとかでね、手形使えるチャンスがあるんですけど、使う機会あるんですけど、まあこれね、今みんな多分999枚ぐらいあるんじゃないかな。なんでね、手形だと結構落ちるんですよ。今また落ちたし。そうだからね、まあハイスコアチャレンジめんどくさくなるけど、使い切ってもいいんじゃないのっていうのが個人的にありますね。まあ経験値玉もたまるしさ、これ900回戦うのめんどくさいからさもう手形使い切っちゃってもいいんじゃないのっていうね、ちょっと後でめんどくさいけど、そんな気がします。はい、割と手形ドロップしやすいなって感じ。うん、なんであんな連戦だからねという感じで、はい、もうちょっとなくなってきちゃいましたが、そんな感じですね。一応10倍もあるんだけどね、これもさ、いちいち連戦めんどくさいからさ。うん、はい。で、あとは、これ900枚ぐらい使って、まあ、999枚しか持てないからね。降臨チケットね。なんで、どんぐらい、交流ポイントが貯まるかも、ちょっとお見せしたいと思います、最後ね。
まあね、まあそんなに期待したことではないけどさでもまあまあまあいいんじゃないかな。この10倍で何か他のことをやりながらね。ただこれをやってる間になんか甲状腺とかあってもね、あの来ないんだよね。これちょうどあと2枚あって98100であれだな、ギリギリあれだけど、で一応ね私900枚近く使って、交流ポイントね、群馬市の交流ポイントはこれですね、2260回ドロップしてるので、違うか、26回ですね、ごめんなさい、260じゃないね。だから5200が割に合うか、そんな感じですね。交流ポイント5200ですね。はい、まあ限界突破ねさせた後でもいいと思いますね。はい、なんでまあでもバカになんないんじゃないでしょうかね。5200とかさ、なかなかさ、だってスゴロクとかでもさ全然くれないじゃん、5000とかさ。あのなんでなんかないな、報酬マスとかないのかな、特殊ボーナス。うん、だから結構これじゃねえな報酬マスがなんかやってないとないのか。うん、なんでないんですけど、はい、まあそんな感じで、まあ5000もね、小生群馬神1体で1万5000か、なんでまあまあまあいいんじゃないじゃないの、いいんじゃないじゃないのってなんか変だけど日本語ですけど、はい、そんな感じですね。交流ポイントね、そうだよね。だからまあ、はい、だからさっきも言ったけど、テンコは回復妖怪として非常に A ランクってやっぱねよく使うので、 A ランクはね何体かは鍛えておいた方が、私金太郎にも好きなんで金太郎にも鍛えてますけど、テンコね、もう私も使っちゃったけど、テンコよく使うのはねロボ面剣ね。ロボ面剣は私これすぐ根変化しちゃいたくなるね、ぶつかりアップもらえるから。今までしてたけど、まあロボ面剣、あとさっきのねテンコ、回復妖怪でね、ちょっとヒットポイント低いとかその辺があれだったけど、はい、レベル80か、ちょっといい機会だから私このテンコちょっと育てようかなと思います。うん、だからテンコマックスにしてもいいかなっていうね感じですかね。はい、今回こんな感じです。 A ランクワンダーニャンとかも結構使うからね、ジバニャンライトもそうですね、いい機会なんでちょっと A ランクもレベル上げやってみようかなと。まあいくつかね、あの金太郎ニャンとか今みたいなのやってるんですけど、はい、いい機会なんで A ランクレベル上げね、3200までいくんだ金太郎ニャンはね。なんでちょっとね A ランクのあのセールみたいな感じね、するのもいいんじゃないでしょうか。目玉の親父もそうだね、ちょっと A ランク鍛えるのも、ジバニャンライトも鍛えようかな。はい、再興するいい機会なんじゃないかなと思いました。はい、じゃあ今回こんな感じします。まあ地味だけどね、強化ダイレクトになるんで、はい、あと春の大運動会ね、ログインだけでもかなりお得だ。これにチケットまたもらえるね。はい、なんで最終日にチケットね、超ガシャチケットもらえるんで、はい、もうすぐね、超ガシャも切り替わりますんで、はい、ぜひ超ガシャチケットね集めて、新しい妖怪強いといいね。はい、キラコン欲しかったな、はい、迎えたいなと思います。はい、じゃあ今回こんな感じします。それではまたね、次の動画でお会いしましょう。さようなら。ブルジョアジーとウサピョンもな、正直いっぱいとつりたかったなね。はい、無料の方こっち回すのもありかなね。一応60連はやったけどね、1体ずつはねゲットしてほしいと思います、このね、ブルジョアとウサピョンね。はい、それではバイバイバイ。あー、これいいなー、みんな2体ゲットした人おめでとう。